し訳ないですけど、これ今日、はい、今も1月の下旬でしょ、はい、もう2月来週には出したいって話をさっきしてたのに、はい、なんで何がダメなのよここのスタッフうちいつも決まってるんですよ2月のタイムスケジュールは。もう、はい、はぁ、いや全部どまだ1月よ。いやそうです、なんで2月のタイムスケジュールがあるなんてこ決まってる、そんなパンパンなの。撮り終わって配信曜日が決まってるんで、うん、もう決まってるんですよ。融通聞かねえな、融通聞かねえな、融通聞かねえな、何の融通が、何ガチャンじゃねえ、いろんなもんや、おいしさを届けたい、そんな気持ちから今回勇気を振り絞ってメールをさせていただきました。ぜひ会長さんのお力でロメインレタスの魅力を存分に引き出していただけると幸いです。これからもお体に気をつけてご活躍なさってくださいとのことです、はい、お前なんかもうなんか入ってるからお前噛みづらくなってんじゃないか。ちょっと噛んだだけじゃねえよ、いいじゃん、最後だけだろ噛んだの、憎たらしいブルドッグみたいな顔になったらお前内山くんみたいな、内山くんみたいになってないですよあっち先輩です、内山くん多分わかんないですけど多分あればいいかなっていう、これぐらいあればいいかなっていう、もっと使ってほしいな、買ってほしい、いやいやいや、これぐらいとりあえずですよ。でも、うん、広めてほしいんで、いやいや、だから広めますよ、今から美味しく食べることによって広がるわけじゃないですか、全部使えば広がるってことじゃないでしょ。いや、捨てろってことですか。いやいや、捨てないですよ、使いますよ。ひでえな、いや、何が言うてんですか。ひどいな、融通効かねえな、ほんと融通が効かないなこいつらだぞ、こいつらだぞ、マジで俺言ってないからな、こいつらだしますよ、言ったやつは言ってんだから、ゆずこいつずっとらだしますよ、ほんとにこいつ同世代のくせに、ちょっとゆず聞かしてくれよ、こいつらだしますよ、マジでこいつ嫌いだわなあこいつ AD から知ってるぞ、こいつ俺こいつ AD って言うから俺もだって入った日から知ってるんだから全然悪のからって大丈夫なんですよ。へえ、そんなのがあるので、もう学生じゃねえんだから、もう俺この光景何十年も見たか、これ肉なんだ、学生じゃねえわ。いやだから言ってる学生じゃないんだから肉を何枚も何枚も入れないでくださいって俺はだから言ってるって言ったの、それって言ったの、だから学生じゃねえわっていうのは間違えてるよって突っ込んだって、うん、別にあそうだろ、俺がすげえ入れてて学生じゃねえわなら分かるけど、うん、山さんが入れてたことに対して学生じゃねえんだからってこっちで言ってんだから、うんうんうん、もう学生じゃねえわおかしいでしょってこと、なるほどね、どうの部分なんだよ何がなろうとしたんだよ、俺ね疲れてるよ、なるな、疲れてるの、本当に山さん疲れてるよ。じゃあ、僕のも撮って流していいんですか。どうする、後日とか、例えばどうしようかな、んでダメなんだよ、お前お前ネットぶっかけんぞ、お前やろ、お前マジで、お前やめろ、お前マジネットぶっかけんぞ、お前ネットブルぶっかけんぞ、ネットブルじゃネットつってんすよ、あ、ネットね、ごめんなさい、ご活躍なさってくださいと、お前なんかもうなんか入ってるからお前噛みづらくなってんじゃないか、ちょっとだけだよ、いい、最後だけだろ噛んだの、憎たらしいブルドッグみたいな顔になったらちーちょんチャンネルも登録よろしく。